チューしちゃいそうでした ね。次は松田清美さんと娘さんのマイナさん、行きつけのカフェでちょっと変わったものを見つけました。はい、これです。カメラがついてるから写真を撮る、うん、そう、今日のテーマも写真ですもんね、はい、でその撮った写真を爪に印刷するんです。爪？ネイルですか？ネイルアートです。まずは装置につけられた先ほどのカメラで写真を撮ります。はい、マイナさんの写真撮りました。でその写真の色が鮮やかに爪に映るように専門のスタッフが下地を塗ってくれます。はい、でインクが皮膚にはつかないように保護シートをつけた上で装置の中に指を入れて1分待ちます。はい、ラーメンより短いですね。ですね。で出てきた指にはわあ、写真がマイナさんの顔すごいですね。綺麗、綺麗でしょ。でこの写真にハートや花柄のフレームを加えることもできるそうです。いや鮮明でしたね。まさかその爪にね、うん、自分の娘の顔が映るなんていいですね。うん。